皆さんこんにちは。新規登録していただいた方どうもありがとうございました。頑張って、動画を作ってまいりますのでよろしくお願いいたします。私はロレックス大好きでして、デイトナとエクスプローラー1を持ってたんですけれども、ちょっとエクスプローラー1の方は手放さなきゃいけなくなりまして、ちょっと手放してしまいまして、ロレックスは今デイトナ1本しか持ってません。で、他の時計ですと、多いのが G-SHOCK になります。で、G-SHOCK なんですけれども、今回のちょっと企画としまして、G-SHOCK の目覚まし時計ということで、ちょっと進めていこうと思います。でそれでですね、まず左からなんですけれども、このいかにも G-SHOCK らしい、目覚まし時計ですね。これはですね、私が相当前昔買ったものなんですね。で、型番が GQ200 とあります。で、これにはですね、電波ソーラーとか電波とか、電波時計とか、そういう類のものは特にはついていません。ですので、この時間は、中の、推奨発信紙で作られた時間となります。で、このタイプですね、家内が買ってきてくれたんですけれども、で2つありまして、でもう1つあったんですよ。で、ここが赤のものと、あともう1つはですね、紫色のものだったんですね。で、もう1つあったんで、私欲しいなと思ってたんですけども、ものすごく安くて、もう申し訳なさそうに売っていたんですよ。ですからちょっともう1つ欲しかったんですけども、ちょっとその時に我慢しちゃいまして、買わなかったんですよ。で、結構ね、今値段が上がっててですね、まあ本当に残念なことしたなと思ってるんですけれども、値段が上がって残念っていうわけでもないんですけど、やっぱりもう一つちゃんとコンプリートしたかったっていう気持ちがあります。そういった時計ですね、目覚まし時計です。で、これはですね、ここで、目覚ましをかけるわけですね。そうすると10時35分、今は、設定してあるんですけれども、朝の10時35分になるようになっています。で、これで解除ですね。で、今、午後の5時36分です。まあこういった時計で、ここら辺にカシオとかありますし、スヌーズ、ライト、そうですね、ライトがこんな感じに光ります。で、こういったものを私の目の前に、頭の前にですね、置いて寝てます。で、次にですね、これですね、これは多分よく見るタイプだと思うんですけれども、これはですね、温度計と、あと電波ですねがついてますので、非常に、正確な時間で起こしてくれると。で、気温計もついてますので、今 13.4 度ですけれども、部屋の中がですね、そんな感じで、見ることができますね。これも結構安かったですね。3000円ぐらいだったかな。椅子のにいる時代に、私の隣に座ってる人が結婚したんで、これをね、これと同じものをプレゼントして、あげたんですけれども、はい。これで、6時45分に、セットされてるってことですね。これでオンですね。タイマーが。
でこの上になるとちょっと僕はもう分かんない機能なんですけれども、スヌーズってことはあれですかね、ちっちゃい音からだんだん大きくなっていくという感じですかね。ここだといきなり大きくなって、オンだと、でもう一つ上だとちっちゃくちっちゃい音でなっていくという形になると思います。これは今はそうですね、あと日にちも出るんですね。4月13日の月曜日と、で寝ぼけまなこでこう見て、ああ今日4月13日の月曜日かと、ああ会社に行くのがだるいと、まあそんな感じで見るような感じになるというわけですね。まあこんなものも実は持ってます。で、次にですね、これなんですけれども、これですね、ザキラボさんっていう方がですね、 G-SHOCK の、電波置き時計っていうことで紹介されていたんですよ。でこの色やっぱりかっこいいですよね。いかにももう G-SHOCK っていう DW5000 っていう感じで、本当にかっこいいです。で教えてもらって私も購入しましてでここの上がライトになってますね。かなり鮮やかに見えます。でこれも電波時計でして、電波拾ったっていうことになってますね。でもう本当に見やすくて大きいですね。で何時っていうんですかね、これはこう G-SHOCK っていう感じじゃなくて、もう本当に置き時計なんだけれども、フェイスは、あ、やばい。やばいとこ押しちゃったな。どこだろう。この辺。どっか。直らないですかね。あれ。あ、ちょっとなんか。変なとこ押しちゃいましたね。はい、という感じで今元に戻しました。非常に大きな文字で見やすいですね。それで、4月15日月曜日ということで、非常にかっこいいと思います。この赤いね、これ黄色のバージョンもあるんですよ。ですから私今度ね、黄色も買ってみようかなと思ってコンプリートしようと思ってます。3600円ぐらいだったかな、アマゾンで。そんな感じで今日は G-SHOCK の目覚ましをお届けしました。今これなんかね、メルカリとかヤフオクとかで売ってますので、新品でもね、たまに売ってるやつもありますので、ちょっとご興味がございましたら、購入されてみるのもいいかなと思います。では、失礼いたします。ありがとうございます。